アイドルグループ AKB48 の一大イベント、選抜総選挙が6月18日に開かれる新潟市が、天夜ん夜の大騒ぎになっている。県内や全国から3万人が押し寄せるとみられ、地元のバス会社はピストン輸送体制をとり、上越新幹線も増発、宿泊難民の調査に県が乗り出す一方、 市は、自慢の食の魅力で県外の若者を虜にしようと、戦略を練る。新潟を拠点にする NGT48 のメンバーを総選挙で上位に押し上げようとする地元ファンと、AKB や他の姉妹グループのファンとのバットルも水面下で激しくなっているようだ。大勢のファンをいかに混乱なく移動させるか、新潟交通は、 JR 新潟駅と会場の間を直行する臨時バスについてダイヤは決めずピストン輸送で運行するといい一度に110人超を運べる新バスシステムの連接バスも投入する東日本高速道路は高速道への影響がないか分析に乗り出した肝心の総選挙は AKB 各グループのモバイルサイトなどの会員やシングル CD の購入者に加え、開票会場で当日の昼に行われるグループコンサートの来場者にも投票権が与えられる。そうなると、必然的に有利になりそうなのが、新潟を拠点とする NGT48 のメンバーだ。遠方のファンは、交通費や宿泊費に開票イベント、 さらにコンサートの費用を負担するとなると、相当の出費になる。投票権を得るにあたって、新潟県人を中心とする NGT4、D8 のファンの方が、資金的余裕があると言えるからだ。もっとも、CD をたくさん買えば、不利な分を補えるという対抗策がネット上に書き込まれるなど、 各グループを支えるファンの争いも5月31日の投票開始に向けてヒートアップしているようだ。